晴天気ですね、ぽんちゃん。12月16日、まだね、キャベツがね、青青。これもう普通だったらね、雪の下や、うん、雪の下キャベツ、雪の下キャベツだ、地面の上キャベツに、うん、いっぱい残ってるね、立派なキャベツ、うん、野菜畑がね、12月で大根でしょ、前のは、うん、あ、違う、カリフラワーだ、ほら、ぽんちゃん、カリフラワー、カリフラワー。これブロッコリーじゃない？あ、そう、ブロッコリー。ブロッコリー。キャベツ科なのかな？キャベツ科なのかも。うん。似たな、似た。うん。こんにちは。カラクライモですか？そう。ハウスですか？はい。なんかイノシシがいるのかな？うん。この地上の近くでも、あの、イノシシの水浴び、泥浴び、やってるあんなのありますよ。あ、本当ですか？うん、ねえ。今増えてっから。気をつけて。はい。イノシシがな。イノシシ。イノシシおるらしいで、こっち。ほら、イノシシ撮影したいな。え？撮影魂や、ポンちゃん。撮影魂。魂や。あ、ポンちゃん、ここはね、高寺山登山コースだよ。はい、こんな感じでね、隣柿の木。もうすごい、ローカル。モロローカル。これそっからね、川でしょ、川、森やね、ポンちゃん。じゃあ、お宮さん立ってます？お宮さん立ちましょう、はい、お参りしていきましょう、ぽんちゃん、お宮様、だからこの山のお宮様ですかね、この裏の山のね、杉の木ですか、杉か、杉さんか、いや、松ではないけど、杉さんか、杉さんか、杉さんですね、はい、お宮様、パンパン、えい、じゃあ行くで、ポンちゃん、ある日森の中を熊さんに出会った、っていう感じで熊さん殿下ね、高寺山登山コース買い取る、会津自然の家だって。うん。な、あったな、そういうの。うん。地下なのかな？なんか人工的だよね。なんで使ってるんだ？昔の豪族がいたんじゃないの？万華豪族が。万華豪族。うん。だよな。かもな。万華豪族さんが住んどったかもしれない。多分山賊が出たいやろ、うん、それで取り上げ峠、なるほど、はい、小石塚です、それで死んだ小石さんがここで塚に埋められたな、うん、はあ、二重平、取り上げ峠、会津自然の家2キロ、スキー場山頂、あ、こっちこっち行くの、うん、山頂行こう、ぽんちゃん、ほら、これはあれだよ、これあんちゃん、ほら、イノシシの足跡が、これそうだ、イノシシの足跡で、ここでね、イノシシさんね、飲み取りに体泥で洗ったね、うん、泥か遊びした、これはその後や、ぽんちゃん、うん、それか、これやったね、イノシシか、イノシシさんやな、出てこい、イノシシ、え、食ったるで、え、食ったる、食ったるか、ぐちゃぐちゃやろ、ぐちゃぐちゃ、雪が溶けたんだな、溶けたな、春先みたいや、春先みたいや、ほんと春みたいやな、ね、今日も春みたい、小春日和、小春みたいや、今小秋日和、小秋日和だけどね、実際は小秋なんですけど、もう小春ですね、これ小春みたい、おぽんちゃん、じゃあぽんちゃん、ここはね、頂上リフト、しかも山のね、え、使われてないね、もう何年も、何年も使われておりません、
なんかでもね、草刈ってるんですよ、ちゃんとね、うん、もうもっとボーボーなのよ、ボー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 。しかもそっちの道もほら綺麗に刈られとる。これはあの草刈りマシーンで買ったな、あの乗るやつ、うん、バーってあのよくあのゴルフ場で使っとるやつ、ね、でちょっとね影になって見えないけど、向こうに飯豊山、雪をかぶった飯豊山がね見えまして、はい、綺麗だす。いいです。あ、ぽんちゃん。あんちゃん。バンゲボンチがよう見えとる。バンゲボンチ。バンゲボンチがな、よう見えとるで。そこテントばか、うん。テント張るにはええけど。うん。テント張りくるか。あ、こういう時はな、直火は絶対あかん。直火はあかん。なんか干し草の匂いがするな。気持ちいいね、ポンちゃん。ふかふか。ここは南側やな。な、春は気持ちいいで。今日もあったかいかもしれんな。うん。うん。夜はあかんよ。夜は寒い。ええ。